花粉症でお悩みの皆さん、こんにちは。ですね、今日は舌下免疫療法に興味がある方に対してですね、舌下免疫療法の流れ、金額、通いとオンラインですね、あとは効くのかと、1年目からどうなのか、まあ3年続けないといけないんですけど、基本的には1年目からどうなのかっていうことをですね、ご紹介していきます。まず流れですね。ちょうど1年前から始めたんですけど、私2022年の5月の末31日にですね、病院に行きました。今日が約1年後の23年5月の24日ですね。まあ大体始められる時期です。で、1年前のことなんでちょっと記憶あやふやなんですけど、まず行きますと。そこで採血をしますと。要はアレルギー何持ってるのかっていう血液検査をするんですよね。結果が出て何日後に来てくださいって言われて、で、そこからですね、確かにアレルギーありますねってことでお薬飲み始めましょうってなるんですけど、出てると思うんですけど、血液検査はですね、杉とかヒノキとかの専用の血液検査じゃないんですよね。血液を検査するときに、この5種類で検査する、この10種類で検査する、この15種類で検査するっていうのを指定するんですよ。5種類だと何千円、10種類だと何千円、15種類だと何千円っていうふうに、検査する数によって金額が変わってくるんですよね。で、一番少ないので、私の行ったところでやってたのは5種類かな。これが十何種類とか何十種類とかってなると、まあ高くなるんですけど、基本的にはですね、杉とヒノキさえ知れればよかったんで、杉とヒノキで、他どれにしますって言われて自分でこう選ぶんですよ。これはい、エビとかカニとかあったかな、ちょっと覚えてないんですけど、私が選んだのはボブタクサとヨモギとハンノキにしました。で、ですね、出てるように杉がですね、まあそれなりとはいえ、陽性が 2,3,4,5,6、 まあ1もあるんですけど、 1,2,3,4,5,6 のうちの3なんで、まあアレルギーとしてはそうでもないって感じなのかな。ただ薬飲まなければね、目は普通に痒くなるし、当然くしゃみは出るし、喉は痛くなるし、顔とかも痒くなる、顔が痒くなるし、まあ、耳の中とかも痒くなったりとかしますね。目ん玉を外して洗いたくなるとか、あとはそのゴーグルしないと、薬飲んでてもゴーグルしないと外歩けないとかっていう、そういうレベルじゃないっちゃないですね。まあでも普通に花粉症です。それでも3でしたね。まあこれは BML っていうところの検査結果なんで、その皆さんが行った病院で対応している、要は契約している検査の会社が違えば、まあ違うものが出てくるんですけど、まあこういうことを、まあ私のところではやりましたと。埼玉県ですね。です。で、値段が、初診の費用と合わせて3380円だったと思う。多分これがそうだと思うんですよね。案外高くない。なんかもうちょっとした気がするんですけど、まあ3380円でしたね。で、結果が出て1週間もかかんなかったですかね。1週間後くらいに行きました。で、ちなみにですね、その日以降の最新は全部600円です。多分全国一緒だと思うんですけど、600円ですね。で、お薬をね、その日から始めるんですけど、これですね、1週目、シダキアの2000ってやつですね。まあ今私はこの5000、これですね、5000やってるんですけど、最初の1週間は2000っていう半分のものを使います。で、行って、その日にまずこれを下のベロのね、下に入れてくださいって言って、1分間経過したら飲み込むっていうことをやって、でしばらく安静にしてアレルギー反応がないか、ワクチンと一緒ですね、アレルギー反応がないかを確認して、でお家帰りなさいっていう、また来てねみたいな感じになるんですけど、私が行ったところだけか皆さんのところかもどうか分かんないですけど、薬をもらってこないといけないんですよ。とまあ最新で行きますよね。でアレルギー結果をもらって、でお薬ないじゃないですか、病院の中に。だから一旦出るんですよ。一旦処方箋持って薬局に行って、でお薬もらってまた病院に戻ってきて、もらってきましたって言って、でこれ飲むんですよね、っていうことします。でお薬飲めた、偉いねって言って放流されるんですけど、多分これ1週間分ですよね。でこれを3週間分もらってるはずです。多分。で、ついでにですね、この冊子見たいっていう方いると思うんで紹介してきますけど、開け方ちょっと紹介します。ですね、ちょっとね、お見せしましょうか。これ今使ってるところなんですけど、私ですね、
まあ後でも説明するんですけど、半錠で飲んでるんですよ。1錠だと喉が痛くなっちゃうんで、半錠にして飲んでます。先生にもね、事後確認でちょっとね喉が腫れすぎるんで、半錠にして飲んでますって言って、あそうですかって言って、まあ、そんな感じで半錠で飲んでるんですけどね、それでも多分効いてる。もう1年目から、効いてます。で薬自体は、すごい軽いものなんですよ。でパキっていって、こうね、後ろこうなってます。後ろパキっていって、で外れて、もうこういう、何、もう静電気でくっつくくらいのカッサカサ、発泡スチロールみたいな感じのものなんですよ。で水にすぐ溶けるっていうものなんですよね。で私の場合は半錠にして飲んでるんで、こうね爪で半分にして、でこれパキって折って、まあ、綺麗に折れないです。だから綺麗に折りたいんだったら、なんか自分で探して綺麗に半分にしたらいいと思うんですけど、私はあんま気にしてないんでこんな感じでやってます。で皆さん飲み始めたら絶対いつ飲んだかって分かんなくなるから、私の場合はこれね、今日水曜日で、これ明日の木曜日の分が残ってるんですけど、木曜日ね、木金と、でこれ日でしょ、だここに日って書く、左側に日で、月火水木金と日、今度ここ日で書いていくと、木金土日月火水木金土日ってなる。1錠飲む人は普通に木金土、ここで日曜日って書いて、月火水木金土日って書く。そうするとですね、今日飲み忘れたかどうかっていうか、いうのが忘れないということで、はい。で飲み方ね、パキッと割って、こう舌の中に入れて1分間で、私の場合はですね、これね、なんだっけ、ミーバンドかな、これミースマートバンドって言って、どうでもいいんですけど非常にいいです。これ20日くらい、3週間くらい電池が持って、まあいろいろデータがね出て、まあアラーム、カウントダウン、スマートフォン探す、これね押すと、まあ当然、あと血中酸素も測れる、これ今測りませんけど、こう測れる、あ測定始まっちゃった。興味がある方はですね、概要欄に、リンク貼っておきますんで、チェックしてみてください。でこれ何をするかなんですけど、 99% ね、151、はい。でまあ運動とか、またまあいろいろねできるわけですよ。まあ睡眠とかデータも取れるし、まあ音楽の再生とかストップとか、まあ天気もまあいいでしょう。で私が使ってんのはカウントダウンの、これ1分ですね、1分、選ぶと1分始まるよって、これプリセットがこうあるんで、この中から選ぶと、ラーメン作るときは3分とかね、いう感じで、当然自分で2分とかも作れるんですけど、0時間のこれ2分ね。でこれちょっとめんどくさいんで、2分、本当は2分でやりたいんですけど、いちいちこうポントントントンってやっていくのめんどくさいんで、いつもはこれ1分でやってますと、はい。これね、毎日これ1分ね時計見てやるっていうのめんどくさいんで、もうこれやっとけばスタートしてブルブルってなって、はい、なったから飲むって感じでやってます。で飲んでから5分後は飲食とかうがいしないでねとなってますね。主義、ね、運動しないでよ、風呂に入らないでよ、まああんま気にしてないです。まあ飲みすぎちゃダメよとかね、その日のうちに気がついた場合はその日のうちにその日の容量を服用してください。服用し忘れた時ね、忘れまくります、はっきり言って忘れまくる。使わせないだろ。アナフィラキシーは出ないかな。ただ私の場合はね、非常に喉が赤くなって、先生に見せて、あー赤いですねって言われたこともあります。あとは歯医者
あの歯医者に行ってですね、あの歯槽膿漏がね進んでるって言われましたね。あの多分その時気づかなかったんで分かんなかったんですけど、多分アレルギー反応、口の中で赤くなってるから歯槽膿漏に見えたのかもしれない。もしかすると普通に歯槽膿漏かもしれない。あの同じ年の人よりも進んでますねって言われました。これを始めてからワンチャン歯槽膿漏がガチで進んでる説もある。次、お値段ですね。いくらかかるか。さっき紹介したように、血液検査初診が、3380円で、次行った時というか、最初のそう1ヶ月分2000のやつと5000のやつが1600円ですね。弱いのと普通のやつ1ヶ月分で1600円で、ですね、その次行った時に1ヶ月分出されたんですよ。1ヶ月分が1910円なんですけど、基本的には2ヶ月分をもらいます。そっちの方がね安いんですよ。っていうのは、薬局での調剤料っていうのが入ってくるから、できればもうそれが固定であるんですよ。だから2ヶ月とか3ヶ月とか4ヶ月とか長くもらえばもらうほど単価は安くなる。じゃあ2ヶ月分いくらなのっていうと、3260円から3310円ですね、今のところ私の払ってる額は。だからまあ3300円なんですよ、2ヶ月分で。だから1ヶ月にしたら1650円で、最新で600円取られるじゃないですか。だから1ヶ月分300円とすると1ヶ月1950円くらいなんですよ、ランニングコストで言うと。2ヶ月で3900円。それじゃあオンラインでね薬をもらう場合はどうなのかっていうのを調べると、システム代っていうのがかかります。薬代はね安く表示されてたりするんですけど、システム代とシステム代プラス送料っていうのがあって、結局ですね2ヶ月で4600円から4800円くらいするんですよね。だから、自分で病院に行くのが3900円なんで、まあ、どっちが安いって言ったら病院に行くのが安いんですけど、病院に行ってこの待つ時間、まあ、行く時間、行く労力、待つ時間、帰ってくる時間考えると、たかだか2ヶ月で700円から900円くらいじゃないですか。それ考えたらオンラインもありだなと思いますね。あの先生には悪いんですけど、最初の一発目血液検査だけさせてもらって、で結果だけもらって、それもいらないのかな、ちょっとねオンライン診断詳しく分かんないんですけど、手間暇考えるとオンラインもありかなと思いますね。あの私が行ってるところは、病院はですね、あの基本的に予約して行ってるんで、予約できるところなんで、まあ、予約してもね10分20分待ったりすることもあるんですけど、まあ予約していけるんで、まあ実際の病院に行ってますね。はい。次に、聞くのかっていう話ですね。1年目から。で、私の場合は聞いてます。あの、最初ですね、まあ、今半分にして飲んでるって言いましたけど、最初の何ヶ月かな ?3 ヶ月から半年間くらいかな。時間測ってなくって、1グラムかな ?1 粒?これを5分とか10分とか舌の中に入れてたと思うんですよね。そしたらもうね、喉が痛くて痛くて、朝起きるでしょ、喉がすごい痛い、朝に限らず痛くて聞かせすぎちゃったのかな。まあだからね、ちょっと普通の使い方はしてない。今もね半分に切ってるんで、まあ普通の使い方ではないんですけど、まあ、そんな私のケースで言うと、1年目というかつい2ヶ月くらい前です、杉の時期ですよ。あのね、当然あの薬はいるんですよ。ただ薬を飲むじゃないですか。薬を飲んでからこの薬の効果がなくなって切れるまでの間が非常に長かった。まあ、感覚の話で言いますね。今までの感覚だと、飲んで24時間後にはもう一回薬飲まないとダメだったというか、24時間経つ前に飲まないとダメだったものが、飲んで36時間くらい効く、効果が持続する。一回薬飲んで、あ、全然花粉辛くないな、反応ないなと思って36時間経ったら、ちょっと花粉症の症状が出て、あ、そういえばまた薬飲まなきゃ、そう感じる感じ、症状が出るのが36時間後になるみたいな。と、それと多分症状が軽くなってる、そもそもの症状が軽くなってる。薬飲んだり飲まなかったりしてるんで、はっきりとはあの言い切れないんですけど、症状は軽くなってると感じますね。で、ただでさえ2023年って2022年の何倍って言ったら分かんないですけど、あの
2023年は去年に比べて大量だったんですよ、花粉。だから症状はきつくなっていいはずなのに、体感としてちょっと少なく軽くなってるんで、だから明らかに効いてますよね。薬の持続効果がすごい長く感じるし、症状もね全然低下してたんで、あ、効いてるなっていうのは分かりましたね。これ個人差なんで、私の飲み方がね、まあ全然むちゃくちゃっていうのもあるし、あとは個人差なんでね、3年飲んでも効かない人は効かないらしいんで、まあ、だから一概にねおすすめしますよとは言いませんけど、私に限って言うと、もう1年目から効きました。というわけでね、あと楽しみですね、2年目がねどうなるのかっていうのが。というわけで、参考になった方はですね、グッドボタンいただけると嬉しいです。以上です。さよなら。